うだうだは新しい電子楽器の一つ。円柱形の操作部を両手で挟み込み、すべての指を使って和音演奏する独特の操作系を特徴とし、宇だみちノぶが発明した。うタにより開発されたことからこのように命名された。発音はギターと同じ。操作部は薄い円盤型の基部と円盤の平面の両側に十二角形の円柱型を下握りと。 さらに握り刀の外側に手で操作部をつかむ助けになるフックがついている。原稿の色は黒である。手を当てるところもある。円柱部にあるロープと呼ばれる感圧帯を押すことで発音する。ロープの直下に感圧系のセンサが384個内蔵されており複数の指を検出することができる。またロープは螺旋状になっており螺旋が基部から遠くに向かうほど 発音の音程が高くなる。また、左右対称にできている。螺旋が一周することで1オクターブの音程変化となり、現行のウダーは、螺旋は円中部を4周している。さらに、円中部の12角形の面の中央が平均率の気温に一致するよう調律されている。ただし、ウダー自体は無段階に発音できるため、平均率だけではなく、純正率など、 他の音律で演奏することも可能。ロープを押さえると下にある複数のセンサーが反応する。圧力センサーから指の位置と圧力を算出する。これによりウザーは運賃データを生成する。運賃データはタッパーに送られ、ミディに変換される。ミディに応じてミディ音源が音データを生成し、音データがアンプにより増幅され、スピーカーによって音が鳴る。 和音が演奏できる楽器であり、かつ音程が音階と関係なく自由に取れるため、一人の奏者が和音のそれぞれの音をポルタメンとして別の和音に移行できる。また、どの位置が決まっていない。イベントでも見られる通り暖かい癒しの音色が印象的であるが、裏そのものには音源は内蔵しておらず、外付けのミディ音源、その先につなぐアンプなどが必要である。 出力はミディではない独自仕様になっており、ミディ音源につなぐために変換アダプターを使っている。あくまでも、ウダーの音というよりはウダーに合った音色を選んで、いるだけであることに注意されたい。大人の科学版開発以降は、ミディ音源ではなく PSAC を使った専用音源となっている。ウダーの演奏法をまず、電子楽器なので、電源を入れる。その後、フックを両手の指の間に入れ、 両手の手のひらで本体を包み込むように掴む。膝に乗せると引きやすい。指をよく開き、円頭部の面の中央を押さえるよう指を動かし、囲むような指使いでロープを押さえて演奏する。特定の旋律を演奏する前に、指と指の間隔で、どの音階が出るのかをよく訓練する必要がある。大人の科学の付録を目指しており、2011楽器フェアの学研ブースでは、 ウダーの変遷についての展示があった。また、2012年中の販売を目指し、テストユーザーが募集されている。ウダー4.1開発中最新版開発履歴については公式開発履歴を参照。Q&A ハット ABC 電子楽器ウダーの解説ウダーってコンプローナイト2012年2月13日、ウダー4.5テストユーザー募集。ありがとうございます。